さあ、まさとチャンネル始まりました。今日はですね、なんとですね、ボクシングジムに来てます。おー。はい。後ろにも。しかもこれですね、これですね。井上尚弥チャンピオンがいる大橋ボクシングジムですね。はい。僕はこの大橋ジムになぜ来たかというとですね、大橋ジムには K1 の後輩の武井選手がいるんですよ。お久しぶりです。元気ですか？はい、元気です。活躍見てますよ。単戦連続1ラウンド KO。 はい、一応、はい、完璧じゃない。去年は、はい、いい感じに終わりました、ね。はい、どうですか、八重樫さんに今トレーナーとしてついてもらってるんですよね。はい、ずっとこの1年以上、はい、八重樫さんにやってもらって、はい。僕、八重樫さんとはですね、八重樫さんの現役中に、はい、よく八重樫さんがトレーニングしてるところで、僕も一緒にトレーニングしてたんですよ。結構重い上と思ってやってましたよね。バチバチ。マサさんは、はるかに重いもの持ってましたけど。そうですか。いや、でもね、すごいね、フィジカル強いなと思いながら、いつもこう八重樫さんのこと見てましたね。光栄です。八重樫さん、どうですか、拓哉君のパンチは。もちろん、キックボクシングっていうベースがあるんですけど、はい、まあ、それ以上にその、本質的に人と戦うのに強いものを持っているので、ええ、すごく期待感はあるかなと、うん。ちょっといろいろ聞きたいこといっぱいあるので、はい、ちょっといいですか、この後、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。どうですか、ボクシングに転向してもうパーフェクトな戦績じゃないですか。3戦3勝 3KO、まあ、しかも全て1ラウンド KO、はい。まあ、でも本当に、まあ、去年は本当にいい1年だったんですけど、やっぱまたここからどんどん相手のレベルも上がってくるので、うん、やっぱりここからだと思ってます。デビュー戦どうでした？デビュー戦はそうですね、まあでもそんなに特にいつも通りっていう感じでいけて、うん、で2戦目の方が相手の雰囲気のあって、うん、やっぱすごい緊張感のある試合がきました、ね。試合前とかだとどのくらいスパーリングとかやってきたんですか？ K1 時代よりも全然多くやってますね、ボクシングの方が。ラウンド数で言うと100ラウンドくらいとか。まあ、なんかちょいちょい故障してたんで、そんなに多くできなかったっていうのがあれですけど。でも普段、我々は普段80から100くらいはこなしていくのにですけど、まあ、それくらいはやらせようとは思ってます。なんか1回井上選手とスパーリングどうでした？井上選手。いやー、でも何ですかね、常に僕がもらうところにいるんで、すごいやっぱ怖かったですね、うん。これマスじゃなかったらちょっとやばいぞみたいな。やばいと思います。はい、危ないなっていう距離にずっといられて、うん、回っても前出ても何してもダメだな、うん。でもすごいチャンピオンなわけじゃないですか、はいはいはい。その選手とスパーリングができるなんてね。そうですね、一番いい経験。一番いいね、はいはい。階級も一緒、ほぼ一緒じゃないですか。はい、なのでこう本当に世界の実力を肌で感じることができるんだろうな。そうですね、はい、まあ、スパーリングとかもやられてるので、うん、その目の前で見させてもらってるので、うん、毎回毎回すごい得るものが多いですね、うん。はい、スパーリングでやっぱ長いラウンドやるわけじゃないですか。はいはいはい。そうなるとやっぱ K1 の3ラウンドとペース配分が全然違ってきません？全然違いますね。全然違いますよね、はい。もう K1 はもうほぼ一番でもからダッシュみたいな。ダッシュで、はい、全力疾走でいきますけど、うん。でもやっぱ8回とか戦うと、スパーリングだとやっぱジャブをついてこう、ね、様子見てとか、はいはい、っていう形でやるラウンドも作ったり、うん、やっぱ考えながらやらないと、うん、やっぱ最後後半バテちゃうので、うん、はい、それがやっぱ不安ですね。でも八重樫さん、この間のデビュー戦から3試合僕全部見ましたけど、はい、あんまジャブついてないじゃないですか。多分ほとんどないですね。ないですよね。基本的には右フックに頼りがちな選手なんで、ええ、右フックが当たれば倒れると本人も思ってると思うんですけど、ええ、なんで本当第3戦目、ついこの前の試合は、うん、左ストレートワンツーを打って倒そうっていう話をしたんですけど、はい、ワンツー1回しか打ってなかったんで、ええ、結局右フック、右アッパーゴーンっていってパターンだったんで、ええ、もうちょっとこう、まあ、短い時間の中でもこうボクシングを作っていって、うん、構成していって最後にドーンだったらいいなって思うんで、まあ、そういう意味ではなんかこう長いラウンド経験しないのもそうですけど、まあ、まだまだ
そういうのはこう本当にラウンドを経験していって初めて身につく、うん、あのペース配分だと思うので、はい、そういうのはまあこれからかなと、うん、はい、まあ、僕もやっぱこうボクシングをやったことが、ね、試合ではないのでわからないですけど、まあ、そう見てるとやっぱりこう最初の世界戦とかになると皆さんこうねちゃんと最初は左でジャブで削ってどんどん削って削っていって後半に10ラウンド11ラウンドに仕留めるっていうようなパターンも結構あるわけじゃないですか、はい、だからこう武井君の試合を今見てるともう本当に1ラウンドで仕留めようみたいな、もうすごい力入ってて見てる僕からすると武井もっとジャブついていった方がいいんじゃないかとか思って見てるわけですあれはどうなんですか。僕もそう思ってますね、はい、倒すタイミングがあれば倒してもいいんですけど、それよりもそのこれから例えば12ラウンドだったら12ラウンドに向けて作っていく第一歩目の一番大事なラウンドというか、その相手の力量を測るラウンド、そうですよね、相手がどんな動きするかとか、はい、まあ、なんとなく映像で見てはいるけど実際向き合って感じる、はい、ところですね、ですよね、はい、まだ今のところそれがなくてこう、はい、やっぱりこう K-1 のチャンピオンとして、はい、プラス今まで1ラウンド KO で勝ってきてるからこう周りの期待も多分感じるじゃないですか、はい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 、それを感じてるからあんだけいっちゃってるのかなっていうふうに思うんだけど、そうですね、あとやっぱり K-1 の癖かもしれないですね、その3ラウンドで戦ってきたからやっぱ1ラウンド目からいっちゃうっていうのが、うん、次の試合はできれば判定勝ちをっていう、うん、あとりあえず長いラウンドやるっていう、やってみたいなっていうのもあるんで、でもリングが立つ感じでいっちゃうかもしれないですよねまあでもそれ行けって言われても行けない選手っていっぱいいるわけじゃないですか、まあでもそれもやっぱこうまあ良さでもあるわけですよね、もちろん、はい、行けって言っても行かない選手もやっぱりいっぱいいるんで、でもそこはやっぱこう僕がボクシングのトレーナーによく言われてたのは拳は熱くハートは冷静にみたいなそういうふうによく言われてて、ね、ね、うん、難しいですねどうしてもやっぱり、はい、分かってるんですけどね、うん、はい、もちろん素晴らしいんだけどね、いやいやいやただやっぱりこうね、うん、目指すところがもそう、ね、世界チャンピオンだからね、はいはいはい、K-1 のチャンピオンで、そして、はい、K-1 とボクシングのね、はい、チャンピオンになるっていうのが、そうですよね、武井君が K-1 出てった最後に行った挨拶だからね、はい、リングの上でね、はい、それをねこう僕は期待してるんで、ね、はい、僕っていうかこうやっぱ K-1 の選手の人たちもやっぱりこう武井君がボクシングで活躍してるのは絶対嬉しいし、やっぱ負けてしまうと、はい、K-1 選手弱いんだと思われるのは嫌だから、そうだからこうみんな応援してると思うので、はい、冷静に、冷静に、うん、さらにこう上を目指してやってってもらいたいなと思っていつも見てます、はい、あと今年は今年の試合の予定とかはもう出てる、今年の予定は、はい、一応そうですね、あの4月に内定という形で、うん、今年も去年同様、まあ、参戦くらいできればいいかなと思ってるので、うん、じゃあ今年参戦もしかしたらできれば年内に日本タイトルとか、そうですね、地域タイトルは、うん、まずランキングに入んなきゃいけないんで、ランキングに入もし入れたら狙える立ち位置に来るので、うん、そこはなんかうちの会長も考えてるみたいです、ね、うん、じゃあ武井君の目標は今年は日本ですか、日本チャンピオン、トヨタチャンピオン、そうですね、はい、とりあえず何かのベルトを取れたいなとは思います、はい、今年ベルト取ったら来年世界見えてくる、多分井上が多分その頃には書き上げてベルトを持ってるのを全部返上する可能性があるので、なるほど、できればそこまでには世界ランク入っておければ可能性はあるかな、井上選手が持ってたベルトをクイーンになったところ、はい、いいじゃない、いけたらなって、ね、はい、まあ、それまでにこけるわけにいかないので、ね、はい、この世界に一直線で、はい、はい、行くことをちょっと僕ら楽しみにしてるんで、はい、ぜひ頑張ってください、はい、この後ちょっと久しぶりに練習を見させてもらいたいと思う、はい、思ってるんですけど、はい、いいですか、お願いします、はい、じゃあ練習よろしくお願いします、よろしくお願いします。でも自分でさ靴履くとさ、はい、パンチ乗るの分かるでしょ、全然やっぱり違いますね、グリップのグリップが全然違うもんね、はい、裸足とね、やっぱ前におっしゃってましたね、裸足だとやっぱ滑りますね、あんまり今まで考えたことなかったんですけど、うん、やっぱ、はい、違うっす、全然やっぱ、いや裸足のリングって滑るんですよ、結構だからこうグリップがあんま効かないんですけど、こう靴履くと全然やっぱパンチ力全然違いますよ、なんかあの
ついこの前のたけるくんが来てスパリングやってたんですけど、あの子裸足でやってて、ツルツル滑ってましたね。そうですよね。あと、サウスポーとスパーリングですか。サウスポーとスパーリングやって靴履かないと危ない、足踏まれちゃうんですよね、はい、それ見てて怖かったんですよね、サウスポーってやるときは履いた方がいいですよね。もうあれだよね、スパーで練習でもテーピング巻かないと危ないね、そうだね、履いちゃうとね。今までバンテージを巻き方があまり今雑すぎて、それで小足壊してたんじゃないかっていうくらい雑なんですよ。ちゃんとテーピングしてちゃんと巻いて、K1 チャンピオン恥ずかしいよ、頼むよ、ちゃんと巻いてくれよ、はい、気をつけます、はい、多分怒ってくれる人いないとダメなタイプじゃないですか。あ、そうですね、そうですよね、はい、ここ怒らないと、あの、ねがそんなに多分真面目なタイプじゃない。いや、真面目ですやっぱ、ね、古川会長とかやっぱ怒ってやったらバチバチに怒る。別に多分調子乗ってないのにさ、お前最近調子乗ってんなとか言うでしょ。言われます。すごいです。本当その通りです。調子乗ってるんだけどなみたいな。本当その通りです。いいよ。言われてた方がいいよ。やっぱ怒ってくれる人がいる方が楽なんで、やっぱ怒ってくれないと自分でやらなきゃいけないからさ。うん、怒ってくれるとさ、はい、怒ってもらったら楽だよ。大人になればなるほど。誰も怒ってなくなるから、自分でやんなきゃいけない。結局、怒られない代わりに、みんなこう離れていく。そうですよね。離れてから気づくって。まあ、だからよく言うね、怒られてるうちが花だよ。はい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 、怒られなくなったら、もう、あいつはいいやみたいな。見捨てられちゃったか。まあ、それからちゃんと立派になったか。あ、どっちかだね。はい、どうぞ。はい。いつも通りやってください。はい、1年で顔が大人になりましたね、K1にいた頃より。やっぱあれですか、スタンスはあえて広くするようにしたんですか。いや、キックの時って多分もうちょっと狭かった。もうちょっと狭かったですよ。こんぐらいでしたね、うん、狭くてこう足をこう使うっていう。あ、なんかその僕はそのキックボクシングというものが全然わからないんであれですけど、ね、そのボクシングだとあのもうちょっと重心を落とさないと、その低いところで早く動けないってです、ね、あとローキックを蹴られない、はいはい、あ、だから前に乗っけても大丈夫、はい、なるほど。でもやっぱ狭くこう足使うラウンドも必要だなとは感じてます、うんうん、いや俺はもっと足がすごいいいから、はい、K1 時代足がものすごい良かったんですよ。 あのステップワーク見れてないなと思って。そうですね、僕は勝手に解説でバレリーナのようなステップって言ってました。あのバレリーナのステップがなくなっちゃったよ、ね、あ、どうぞ。パンチとかは、キッチン1年前はこういうバックの打ち方はしました。いや、もっとあのパンチを置いてくる感じなんですよ。ドーンドーン、パンチを置いて打ち方になって、やっとこう、パンチを打った瞬間に抜いて打てるようになってきたんです。抜いて打つ、なるほど。
その次のパンチにつなげられるっていう、そうですね、コンビネーションで、はい、やるわけですか。やります。おはい、八重樫さん今何歳だ。僕38歳。はい、よし、僕のやっぱりあの15、6くらいの頃に松本さんにもらった左ステルトが一番痛かったぐらい痛かった。本当に恥ずかしい。でそれまではあの松本さんがスーパーにいる時7、8人の練習生もいて、最後の1人で40代とかたまにいたから期待してる選手をやらせるんですね、はいはい、で松本さんは基本的にディフェンスでこっち一段だけだからもう思いっきりバーって何回かやってるうちに一発だけボコンって言好きですね。好きじゃないとああいうスパーツ絶対できないですよ。ミットは何回ですか。はい、ミット3つぐらい、はい、結構しっかり芯に当たってるんじゃないですか。どうした。あと5回に1回考えて。5回に1回。まだまだ。まだまだ。まだまだ。なるほど。まだまだ。重心を落とすときはしっかりビュンって入るんですけど、うん、こうキックなくてドーンとドーンって入ってくるんですよ、うんうん。そうするとこう重心が上ずなんで、うん、あ流れちゃうんですね。落としてビュンっていう、うん、のが入るとスコンってくる。うん、強いパンチ、奥パンチは打てるんですけど、切るパンチは打てないので、ね、まあ、それが課題で。してました。最後ちょっとカメラ意識して失敗しちゃって。すいません。すいません。もう1年で随分変わったなっていう感じがね。はい、練習では見ました。はい、試合ではもう思いっきり、はい、ああいう細かいパンチなかったけど。はい、やっぱでも目立ちたがりなんで試合では。やっぱそうだよね。やっぱそういうのあるだろうなと思って。試合では。はい、ぜひね、このまま負けずに、はい、日本タイトル取って、はい、世界まで。行ってほしいと思ってるんで、はい、みんな応援してるんで頑張ってください。ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。でも八重樫さんの打ち方がまだできない。ちょっと見せてください。ちょっと見せてください。騒いでよ。ダメだよ。やっちゃえ。そうそう、余計なことやらせないわ。すいません。いや、もう、いけんじゃないですか。